オーステナイト系、ステンレス構成の野外彫刻。オーステナイト系、ステンレス構成の位相ステナイト系ステンレス構とは、常温でオーステナイトを主要な組織とする、ステンレス構である。ステンレス構種の中で、最も一般的で、各種用途に幅広く使われている。ステンレス構の金属組織別分類の一つで、オーステナイト系ステンレス構の他には、マルテンサイト系ステンレス構。 フェライト系ステンレスコー、オーステナイトフェライト系ステンレスコー、石質効果系ステンレスコーの4つがある。工業材料として最初にオーステナイト系ステンレスコーを発明したのはドイツのクルップ社のベン・ノ・シュトラウスとエドアルト・マウラーで1912年に特許出願された。オーステナイト系はステンレスコーの耐食性を生み出す主元素であるクロム。 オーステナイトを安定させるニッケルを主成分として含み、クロムニッケル系ステンレス鋼に分類される。クロムを18%、ニッケルを8%含む 18CR-8NI ステンレス鋼がオーステナイト系の代表的、標準的な鋼種で、日本産業規格に制定されているものとしては、スース304に相当する。具体的な組成や製造過程によるが、 オーステナイト系の耐食性はステンレス鋼の中で高い部類に入る。遠性に優れ、極低温環境でも、税化の程度は小さい。高温環境でも他のステンレス鉱使と比較して、強度低下は小さい。蘇生加工を加えることで、マルテンサイト変態を起こす性質を持ち、これを利用したオーステナイト系の高強度鉱使もある。通常、雇用加熱処理して、実用に強される。 切削加工においては、被作性はやや劣る。ある高温度域に一定時間さらされると耐食性が低下する、鋭敏化という現象があり、オーステナイト系の溶接や熱処理においては注意を要する。鉄、ニッケルの二元合金状態図。ニッケル濃度が上がるにつれて、ガンマの存在領域が広がる。オーステナイト系ステンレスコートは、常温での金属組織がオーステナイトとなる。 ステンレス鋼である。ステンレスコーとはクロムを10.5%含む合金鋼で含有されるクロムによってステンレス鋼の耐食性が実現される。純鉄では金属組織がオーステナイトとなるのは高温状態のみで常温ではフェライト組織である。純鉄にクロムを加えることによりオーステナイトが安定的に存在する最低温度は 約摂氏830度まで広がる。しかし、クロム含有量が約7%を超えると、オーステナイトが存在する温度領域は逆に小さくなり、クロム含有増加に伴って、最終的にはオーステナイトの存在領域は消滅する。一方、ニッケルを純鉄に加えると、オーステナイトが存在する温度領域は大きく広がり、オーステナイトが安定的に存在する最低温度は、 ニッケル30%では約摂取500度まで広がる。ニッケルのようなオーステナイトの存在範囲を広げる元素をオーステナイト生成元素と呼び、クロムのようなフェライトの存在領域を広げる元素をフェライト生成元素と呼ぶ。オーステナイト系はクロムの他にオーステナイト生成元素のニッケルを主成分として含むため、クロムニッケル系ステンレス鋼に分類される。 オーステナイト系の標準講師として挙げられるのが、クロム約18%、ニッケル約8%を含むものである。これは、ジス規定の講師では、スース304やスース302に相当し、18CR-8NI ステンレス鋼18から8ステンレス鋼 18CR-8NI 系としても、知られる。工業規格に規定されているオーステナイト系。 標準光の蘇生の例を以下の表に示す。オーステナイト系ステンレスア i シ3 0 4の金属組織顕微鏡を写真。組織中の角張った模様は総称。ステンレス光の組織はフェライト生成元素とオーステナイト生成元素のバランスと加える熱処理などによる熱履歴で決まる。オーステナイト系はオーステナイト生成元素を含むため、 オーステナイトが常温で存在できる。よく使われている1 8 c r 8 n i ステンレスコーの場合、厳密には高温状態でもオーステナイト炭素ではない。シェフラーの組織図によれば、フェライトが約50%存在するオーステナイトとフェライトの二小組織となっている。しかし、炭素や窒素などのその他のオーステナイト生成元素の作用により、常温では、 オーステナイト炭素となる。他のオーステナイト系光種も高温ではフェライトをいくらか含み、点火元素を増やした光種で高温でもオーステナイト炭素となる。オーステナイトが常温でも安定に存在するのがオーステナイト系ステンレス光であるがオーステナイト系であってもオーステナイトが常温で熱学的に安定ではない光種も多い。そのような光種の場合、常温では オーステナイトの自由エネルギーと比較して、マルテンサイトの自由エネルギーが小さい状態にある。そのため、常に、マルテンサイト変態が起ころうとする駆動力が、オーステナイトに働いている。しかし、駆動力が実際に変態を起こすのに十分ではない、ため、マルテンサイト変態が起きず、オーステナイトの状態が保たれている。このような熱力学的に、 不安定な状態のオーステナイトを、純安定オーステナイトと呼ぶ。純安定オーステナイトであっても、常温長期間放置中に勝手に合変態を起こして、平行状態に達するようなことはない。蘇生予歪みを受けて、マルテンサイト変態を起こした304リットルの組織が予歪みなし。 が、よひずみ10%が、よひずみ30%の状態で、よひずみの増加に従って押してない途中に、マルテンサイトが現れている。しかし、組織中の純安定を押してないとに、蘇生変形に加わると、純安定を押してないとの一部、または全部が、マルテンサイト変態を起こす。蘇生変形による力学的な仕事が加わることで、 マルテンサイト変態を起こすための駆動力を満たし、このようなマルテンサイト変態が生じる。外力が加わることによって発生する、マルテンサイト変態を、加工有機マルテンサイト変態。そのマルテンサイトを、加工有機マルテンサイトと呼ぶ。次の実験式が、それぞれの材料の素性から、加工有機マルテンサイト変態に対するオーステナイト、安定度の目安を与える。ここで、 MD30 は30%の歪みを与えた時に50%の加工有機マルテ点サイトが発生する温度である。C,N,SI,MN,CR,NI,CU,MO,NB は核元素量で、NU は ASTM 規格の結晶流と番号である。材料の MD30 の値が小さいほど、オーステナイトは安定と言える。あるいは、 組織中の準安定オーステナイトは極低温まで冷やされた場合も準安定オーステナイトの一部または全部がマルテンサイト変態を起こす。この場合はマルテンサイト変態が自動的に開始する温度がオーステナイト安定度の目安である。オーステナイト系に関して各合金元素量から水点を予測する実験式としてがある。 ここで、水は、水点で、C,N,M,N,I,C,R,C,U,O n, n、Ni Cr Cu Mo、は、各元素量である。具体的な水点としては、17CR-7NI のスース301で約摂取10度、18CR-8NI のスース304で約摂取50度、25CR-20NI の スース 310S で約摂氏150度以下である。加工有機マルテンサイト変態や低温でのマルテンサイト変態を起こすオーステナイト系ステンレス鋼は、純安定オーステナイト系ステンレス鋼と呼ばれる。一方、オーステナイト安定度が高い場合は、加工を施してもオーステナイトが保たれる。このようなオーステナイト系のコ種は、安定オーステナイト系ステンレス鋼と呼ばれる。あるいは、 加工有機マルテン天才と変態を起こしやすいものを不安定、加工有機マルテン天才と変態を起こさないものを安定、不安定と安定の中間ぐらいのものを純安定と呼び、オーステナイト系を分類することもある。オーステナイト系標準公主の 18CR-8NI ステンレス鋼は、純安定オーステナイト系ステンレス鋼に相当する。実数では、スース三百一が不安定。 スース 310S が安定のオーステナイト系鉱種である。それぞれの蘇生例を以下の表に示す。オーステナイト系ステンレス鉱は一般的な普通鉱、フェライト系ステンレス鉱やマルテンサイト系ステンレス鉱と異なり、免震立法合子構造を有するオーステナイト省で組織が構成される。このことによってオーステナイト系の物理的特性の傾向は、 同じステンレス鋼の仲間であるフェライト系やマルテンサイト系とは異なる部分が多い。まず、一般的な鉄鋼材料と異なるのは、オーステナイト系は非磁性材料であり、磁石につかない。これは、オーステナイト系が免震立法合子構造であることに由来し、銅やチタンなどの他の免震立法合子構造材料と同様である。この非磁性という特徴が、 電気電子部品での使用など、オーステナイト系の使い道の選択肢を与えている。スース304の場合で、当時率は約1.36程度である。ただし、蒸気の通りオーステナイト系であって、冷間加工などにより、マルテンサイトを有するようになるので、冷間加工したオーステナイト系では時制を示すことがある。 合金元素量を増やした安定オーステナイト系では、冷間加工をしても比重性が保たれる。電気抵抗は、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系の標準的高手同士で比べると、オーステナイト系の電気抵抗が最も高い。これは含有される合金元素の量が多いほど抵抗が増えることによる。スース304の場合で、常温の非抵抗は728オーム、M 程度である。 ステンレス鋼の密度は鋼主管での差はあまりないが炭素鋼、フェライト系、マルテンサイト系よりもオーステナイト系の密度はやや大きい。スース304の場合で常温の密度は 7930kg グラム毎立方メートル程度である。これに対して難光の常温密度は 7860kg グラム毎立方メートル程度となっている。常温の縦断性係数は スース304で 193GPA 程度である。難光の場合は 206GPA 程度である。熱伝導率も電気抵抗と同様に合金元素の含有量に関係し、合金元素の含有量が多いほど熱伝導率が低くなる。オーステナイト系の熱伝導率は難光の1、5から1、6程度で、スース304で16程度である。 熱膨張率は結晶構造に依存し、ステンレス鋼の中でオーステナイト系の熱膨張率が最も大きい。スース304のレ摂ッシ100度での線、膨張係数が 17.36k マイナス1程度である。ステンレス鋼の比熱は高視感で大差はない。オーステナイト系の比熱は難光のお,およそ1.1倍程度である。スース304の場合で、 0摂氏100度間の比熱が0.50程度である。3.5%NACL 水溶液中に2週間、浸した合金。下段が 304K で、上段はアルミニウム黄銅、中段は白銅。ステンレス鋼の組織別種類の中で、オーステナイト系ステンレス鋼の耐食性は高い部類に位置付けられる。具体的な甲種や製造過程によって異なるが、おしなべて言えば、 オーステナイト系の耐食性は、フェライト系とマルテンサイト系より高く優れる。オーステナイト系の標準公種であるスース304は、注意レベルの耐食性を持つ。ステンレス鋼の耐食性は、材料表面に存在する不動体被膜によるもので、あるが、クロムニッケル、鉄合金の不動体被膜は、クロム、鉄合金よりも高い修復力を持つ。一般的に、 不動体になるためには臨界不動体化電流密度と呼ばれる電流ピークを超える必要がある。ニッケルがクロム、鉄合金に添加されると臨界不動体化電流密度が下がり再不動体化しやすくなる。ステンレス鋼は優れた耐食性を持つが使用環境によってはステンレス鋼でも腐食は発生する。全面腐食については スース304相当の材料であれば、大気中、淡水中、中性時を環境中、アルカリ環境中で良好な耐色性を示す。硫酸中では、一部の硫酸濃度範囲に対してのみ、耐えることができるが、ほとんどの濃度の硫酸に対して腐食が進む。モリブデンや銅を加えると、硫酸に対しても耐色性が増す。304系よりも耐色性に優れた。 オーステナイト系講師としては、18CR-11NI-2 モーの316系が広く利用されている。モリブデンを2-3%添加して、ニッケルガン有量を高めた講種で、304系では厳しい環境で利用される。316系の組成の例を以下の表に示す。ステンレス鋼の腐食において特に問題になるのは、穴色や、 流解腐食といった極部腐食である。穴食とは材料の一部が小さな穴状に腐食が進む腐食形態である。穴食に対する体性を材料ごとに比較する指標として対穴食性指数がある。対穴食性指数の計算式の一つはという形で与えられる。ここで CR も N は核元素の質量パーセント濃度で N は 講師や研究者によって異なる係数である。N の値が大きいほど、窒素の含有量に比して対、穴色性が向上する。フェライト系が N イコール0、二小系が N イコール16が適当とされるのに対して、オーステナイト系では N イコール30が適当とされ、オーステナイト系では窒素添加によって大きな対、穴色性向上が期待できる。また、 オーステナイト組織は、モリブデンと窒素の雇用源が大きいため、対、穴植性指数を高くすることできる。オーステナイト系ステンレス鋼の流解腐食の、溶素流解腐食とは、組織中の結晶流解が優先的に腐食する現象で、オーステナイト系では鋭敏化によって引き起こされる。鋭敏化とは、オーステナイト系が摂氏450度から摂氏850度の温度にさらされたときに、 基地中のクロムがクロム炭化物となって積出し、クロム欠乏層が生じて、耐色性が低下する現象である。一般に炭素はクロムと結合しやすい性質を持っている。常温のオーステナイトでは、下方はに雇用されている炭素が加熱されることでクロムと結合し、クロム炭化物が結晶流界に積出する。蘇生的に鋭敏化を防ぐには炭素量の極小化。 あるいはチタンやニオブなどの合金元素添加が有効である。後者のような合金元素を添加することで、優先的にそれら添加合金元素と炭素の炭化物を形成させ、クロム炭化物の析出を防ぐことができる。このようなチタンやニオブを添加することで、A 敏化への対策を取った校舎を安定化を捨てないとケーステンレス鋼と呼ぶ。また、 オーステナイト系は、応力腐食割れが起きやすい。応力腐食割れへの感受性に関して言えば、オーステナイト系の応力腐食割れ感受性は、フェライト系よりも劣り、塩化物イオン環境で発生する。オーステナイト系の出色事故の原因として、応力腐食割れの割合が高いことが知られている。オーステナイト系を使用した熱交換器などで、高温高圧の塩化物水溶液によって、 応力腐食割れが発生する事例がある。また、鋭敏化したオーステナイト系は、流化腐食だけでなく応力腐食割れも起こしやすくなる。オーステナイト系ステンレス鋼の機械的性質は、普通鋼やフェライト系と比較すると、幸福点と比較して引っ張り強さが高く、遠征に富むのが特徴である。雇用化、霊園薄板のスース304の場合で、 0.2%体力が約250ンパに対して引っ張り強さが約630ンパである。硬さは約160 h 1である。フェライト系などとは異なり、応力から歪み曲線上で明確な降伏点を示さない。遠征の程度を示す伸びは同じく雇用化、レーンウスのスース304の場合で約60%である。 オーステナイト系の高い遠征は、加工有機マルテンサイト変態によって生み出される。一般的な鉄鋼材料や安定なオーステナイトを引っ張り試験をすると、試験編は、ある程度まで均一変形にして伸びた後、一部分がくびれ出し、そのくくれに変形が集中して、破壊に至る。一方、準安定オーステナイトの場合、発生した、くびれ箇所に加工有機マルテンサイト変態が起き、 その箇所が強化される。それによって、首入れ箇所の代わりに、他の箇所で変形が進む。結果的に、破断までに大きく一様に伸びることができる。このような加工有機マルテンサイト変態によって、伸びが増大する現象を、変態有機蘇性と呼ぶ。加工有機マルテンサイト変態によって、オーステナイト系を高強度化することもできる。実アイシの301系が、 加工効果による高強度オーステナイト系の代表例である。圧縁率に比例して強度を上昇させることができ、最大で1800パ程度までの引っ張り強さが得られる。一方で圧縁率に比例して伸びは落ちる。しかし、ある程度までの圧縁率ならば十分な伸びを保ち、加工効果後もそのまま成形して製品に使用できるのがオーステナイト系の優れた点でもある。 スース301超質圧へ一1、2材の場合で0.2%体力が約760ンパ、引っ張り強さが約1030ンパ、伸びが約24%、硬さが約320十1部である。他のオーステナイト系の強化法としては雇用効果作用のある炭素と窒素の添加が有効である。特に窒素の添加がよく行われる。炭素と異なり、 窒素添加には耐流回復食性への悪影響がないという利点がある。また、窒素はオーステナイト生成元素であるため高価なニッケルを代替することもできる。オーステナイト系は高温及び低温環境下でも機械的強度を使用可能な範囲で保つことができ、耐熱性、耐寒性に優れた合金でもある。 一般的な炭素鉱は高温になればなるほど強度が低下するが、ステンレス鉱は急激に強度が低下を開始する温度が高いという特徴を持つ。特にオーステナイト系はステンレス鉱の中でも強度低下開始温度が高い。オーステナイト系の急激な強度低下の開始温度はおおよそ摂氏600度である。クリープ強度もオーステナイト系はフェライト系などと比較して高い。 オーステナイトは、免震立方格子構造をとり、免震立方格子は、フェライト系の耐震立方格子よりも、原子の拡散速度が遅い。これによって、オーステナイト系の高温強度が高い。この特徴により、耐酸化性の高さと合わせて、オーステナイト系は、耐熱材料としてもよく活用される。さらに、オーステナイト系の高温強度を高めるには、モリブデン、ニオブ、 チタンの点加が有効であるまた低温環境下においてもオーステナイト系の機械的性質は優れる一般的な鉄鋼材料では低温になるほど塩性が低下してもろくなる特にある温度を下回ると税価が急速に進む塩性からモロ性専温度と呼ばれるものが存在するオーステナイト系の場合は明確な塩性モロ性専用度は存在せず 極低温でもある程度の遠征を保つ。このような温度依存の傾向の違いは、オーステナイト系が、免震立方合子構造であることによる。低炭素鉱の場合では摂百269度で、伸びは0%となるが、304系では伸び、約30%を維持する。このような特性から、オーステナイト系は低温環境用の材料として、重宝される。ただし、 材料基地にフェライトが混ざったり、炭化物が積出していると、オーステナイト系であっても伸びが低下することがある。オーステナイト系の低温強度を制御する合金元素としては、窒素の添加が有効である。オーステナイト系ステンレス鋼は加工効果度が大きいのが特徴である。このため、板金プレス加工の張り出し加工については、フェライト系よりもオーステナイト系が、 成形性に優れる。曲げ加工でも、遠征が高いため、小さな曲げ R でも割れが起きづらい。一方、オーステナイト系の加工効果度が大きいため、曲げ加工時には、フェライト系よりもスプリングバックが大きい。そのため、狙いの曲げ角度を出すのに工夫を要することもある。また絞り加工では、スース304の場合で限界絞り比は、約2.5で、深絞り可能な材料である。 ただし、オーステナイト系を深絞りした場合、加工直後から数ヶ月後の間に割れが自然と発生することがある。この現象はオケ割れや磁気割れと呼ばれ、不安定、または純安定を捨てない時計で起こる。原因は未まだ確定されていないが、材料中の水素が主原因と考えられている。オーステナイト系の絞り加工の成形限界に対しては、 温感加工の利用が対策として存在する。これは、フランジ部近辺を50摂氏200度に温め、ポンチ等部近辺は0摂氏20度に維持して、プレスを行う手法で、加工有機マルテンサイト変態を起こす、オーステナイト系で、最も改善の効果が大きい。また、オーステナイト系で、厳しい蘇生加工をすると金型との焼き付きが起きる、ことがある。これは、 オーステナイト系の熱伝導率の低さが主原因と考えられている。オーステナイト系ステンレス鉱の非作性は普通鉱よりも劣り、さらにはフェライト系やマルテンサイト系よりも悪い。一般に加工効果性が強い材料ほど削りにくく、加工効果性が強いオーステナイト系もまた、切削しづらい材料である。また、切削面を荒らす構成刃先が生じやすい。 削りやすさの指標である非作成指数で言えば、難航が70程度であるのに対し、スース304は35程度である。ウやセレンを含ませることで、ステンレス光の非作成を改善でき、そのような光子は改作ステンレス光と呼ばれる。オーステナイト系についても、改作ステンレス光の種類が規格化されている。オーステナイト系ステンレス光に施される、熱処理としては、 雇用加熱処理、応力除去焼きなまし、安定化処理の3つである。マルテンサイト系のように焼き入れで硬化させることはできない。雇用加熱処理は高温にして急冷させる処理で、大抵のオーステナイト系には施される。高温にすることによって、クロム炭化物や窒化物をオーステナイト基器組織に雇用させ、そこから急冷して完全なオーステナイト組織を得る。 これによって、耐食性が向上し、特に鋭敏化を抑えることができる。加工効果も同時に除去することができる。雇用加熱処理の温度は、炭素と窒素の雇用温度に依存する。一般的に、摂氏千度以上まで消温させる。前述の鋭敏化が起きる、温度範囲を急冷で通過させる必要がある。応力除去やな生しは高温に加熱することで、加工や溶接による、 残留応力を除去するための熱処理で、オーステナイト系の場合は摂取800度程度に加熱後給冷する。残留応力は、応力腐食割れの助長し、絞り加工時にはおけ割れを起こす可能性があるため、それらの懸念がある場合に行われる。安定化処理は安定化オーステナイト系公主に対して行われる熱処理で、チタンやニオーブの安定化元素の炭化物を確実に、 安定させるために行われる。雇用加熱処理後に行い、850摂氏930度に加熱して水冷する。被覆アーク溶接した IC316 リットルの溶接、ビードの様子オーステナイト系ステンレス鋼は、フェライト系やマルテンサイト系と比べると、溶接の難度は全般的に低い材料である。一般的な炭素鋼と同程度にオーステナイト系の溶接は、 比較的容易と言われる。オーステナイト系を溶接するときの問題点として、高温割れが起きやすいことが挙げられる。高温割れは、金属凝固時に低融点化合物が、流解に積出することによって主に生じる。溶接では、溶接対象と同じ材料を使って溶接するのが原則だが、フェライトをいくらか含む溶接材料を使用すると、高温割れが起きにくい。そのため、 フェライト50%程度が含まれる。溶接材料が被覆アーク溶接などで利用される。標準公種であるスース304が高温で、数のフェライト症が現れるような素性を持っているのも、高温割れ防止のためである。一方、溶接金属中のフェライトは、シグマ症に代わりシグマ税化の原因となるため、フェライト量は少ない方が望ましい。 オーステナイト系は、遠性が高いため、高速による溶接割れは起きにくい。また、余熱は鋭敏化を起こす、可能性を高める。そのため、通常は余熱せずに溶接する。ただし、オーステナイト系は、線膨張係数が高く、溶接変形は起きやすい。また、オーステナイト系の熱伝導率が小さいことと、栓膨張係数が大きいことに起因して、溶接時には、 残留応力が発生しやすい。この溶接残留応力が原因となって、使用中に、応力腐食割れを起こす事例もある。溶接熱影響部で、鋭敏化が生じることも押してない時計を溶接する、上での問題点である。これによって、溶接熱影響部で、流解腐食が進むことがあり、ウェルドリィケーと呼ばれる。ウェルドリィケーをできるだけ避けるためには、 入り熱量の小さい溶接法を選ぶ、溶接後に雇用加熱処理を施す、安定化オーステナイト系ステンレス鋼を製品材料に選ぶ、などの方法がある。オーステナイト系ステンレス鋼は、ステンレス鋼の中でも最も広く使われている講習であり、家庭用品、建築用、自動車部品、化学工業、食品工業、発電などで広く用いられている。 年間生産量においても、ステンレス講中で最大の講種である。オーステナイト系はニッケルなどの高価な元素を多く含んでおり、さらに非磁性を利用して他の鉄スクラップと分別しやすいため、スクラップとしての回収率も高く、リサイクルが進んでいる。18から8オーステナイト系ステンレス講の、フォーク身近なステンレス構製品としては、食卓用のカトラリーが挙げられる。 ナイフの刃はコードが必要なためマルテンサイト系ステンレス鋼で作られることが多いものの一部の製品はオーステナイト系でも作られている。フォークスプーンはマルテンサイト系もあるがオーステナイト系の製品が一般的である。これらのカトラリー製品には何の種類のステンレスコ種が使われているか記されていることが一般的で十八から八あるいは十八八。 18から10あるいは18、10といった記号がオーステナイト形成であることを示している。家庭用、業務用ともに厨房器具でもステンレス工が多用されている。家庭用調理器具は高級志向もあってオーステナイト系が主流である。流し台には防食のためにステンレス工仕様が一般的で、廉価な製品にはフェライト系が使われることもあるが、 オーステナイト系性も多い。IH 用の調理器具にオーステナイト系を使用する場合は、IH 用には磁性体材料が有利なため、普通項とオーステナイト系を接合させて、クラッド項として使われる。改作ステンレス鋼が活用されているものとしては、細かい穴あけやねじ切りが必要な腕時計の部品で、モリブデンを加えて改作性と耐食性を両立した、 公種が使われている。また、電子部品用のガイドピンなどもオーステナイト系、改作工を用いている例である。オーステナイト系ステンレス工、スース301リットルを車体材料に使用した鉄道車両の冷車体の主材料に、ステンレス工を使ったステンレス車両が、鉄道車両の現在の主流の一つである。ステンレス車両は、普通構成の車両と比べると塗装を省略することが、 でき保守の手間が少ない。さらに、塗装と腐食代が省略できるため軽量化が可能となっている。鉄道車両の構えたい U ステンレス講種には、オーステナイト系ステンレス鋼やフェライト系ステンレス鋼が使われている。オーステナイト系の場合は、加工効果しやすく低炭素化で、耐食性を高めた講種が主に使われている。組み立て前に、 冷間加工で高強度化させて使用することで構え体を薄い高させて軽量化を行っている。日本の鉄道車両では純安定を捨てない時計ステンレス工のスース301に低炭素化と窒素添加などを行って特性を調整したスース301リットルを取材料として使用している。一方、高強度が要求されない内装用などでは オーステない時計標準講習のスース304が使われている。零4産業では、流解腐食対策のために、極低炭素化を捨てない時計、または安定化を捨てない時計が使われている。硝酸工業では、扱われる硝酸の濃度によるが、304系、316系、低炭素化した304リットル系が対応されている。食品産業では、 食品に直接触れて特に耐食性に注意するような箇所は304系または316系のオステナイト系講師を使用している。ビール製造では発酵、貯蔵タンクが304系を利用しビール損もほとんどが304系である。乳製品産業でも304系または316系の利用が主流である。ただし、醤油などでは 塩分濃度が濃いたメスステンレスコーの使用は見送られていた。近年では抗体食性のスーパーオーステナイトステンレスコーを醤油製造タンクに用いる動きもある。ゴベットブリュースター美術館の連来センター。ファサードが316リットル鏡面車ゲータ材で作られている。建築分野ではドアノーブ、定番、錠前といった縦具部,部品で304系が使われている。 建具の金物で304系が主流なのは車両や船舶でも同様である。また建物の外装にも見栄えの良さからカーテンウォールや外壁パネルでステンレス鋼を使用するビルは多い。304系が中心的に使われ環境によっては316系も使われる。後期を保ち現代的な材質感が得られることからモーニュメントや パブリックアートなどの野外彫刻の素材としてもステンレス鋼は利用されている。彫刻の材質には304系がよく使われ、環境によっては316系も使われる。原子力発電所では耐食性と高温強度のためにオーステナイト系は使用構造材料である。ただし過去に304系を使用していたが、鋭敏化による応力腐食割れの事故が続いたことがあった。 そのため現在では、極低炭素化させた304リットル系や316リットル系、さらには原子力発電用に特別に開発された316リットル系などが使われている。各融合実験炉や、リニアモーターカーなどで使われる超電動電磁石を、約摂取270度の極低温で収容する容器などにもオーステナイト系が使われる。 オーステナイト系ステンレス工の工業的な発明は、会社としては、ドイツのクルップ社によって、個人としては、クルップ社の研究所に所属していたウェンロ・シュトラウスと、エドアルト・マウラーによってなされた。1900年から1910年にかけて、鉄、クロム・ニッケル系合金の耐食性について、基礎学術レベルでは、理解が深まりつつあった。1906年に、フランスのレオン・ギレは、 耐食性については言及しなかったものの、ステンレス鋼の三大グループである、フェライト系、マルテンサイト系、オーステナイト系に属する素性を体系的に初めて研究した。1909年には、バルターギーセンによるクロムニッケル系のオーステナイト鋼の研究が続いた。このように、ステンレス鋼の工業材料としての実用化の素地は当時整いつつあった。その後、 九百十二年にクルップ社が二つの退職校に関する特許を出願した。一つは V1M と名付けられた鉄合金で代表成分をクロム十四パーセントニッケル二パーセント炭素零点一五パーセントとするマルテンサイトケーステンレス校であった。もう一つは v 二 a と名付けられ、これがクロム二十パーセントニッケル七パーセント炭素零点二五パーセントの オーステナイトーステンレス鋼であった。エッセンにあるシュトラウスの名板、フライベルクにあるマウラーの名板出願から遡る1909年頃から、クルップ社のベンロ・シュトラウスとマウラーによって、鉄、クロムニッケル系合金の研究が進められていた。シュトラウスは、熱電体用の耐熱合金を研究しており、1910年に3種類の、コークロム鋼、2種類のコークロムニッケル鋼を製作した。 これらの鋼は硬くてもろかったので、マウラーが適切な熱処理を研究した。そうした研究中、それらの講習の一つの試験編が、実験室の腐食雰囲気中で数ヶ月放置されて、痛にもかかわらず表面の光沢が失われていないことに、マウラーが気づいた。追試が行われ、オーステナイト組織を持つ、コークロムニッケル校は、 硝酸溶液に対しても退職性を持つことが確認された。これらの研究成果をもとに、1912年にクルップ社は前述の二種の退職校を特許出願した。あとの1920年代から30年代にかけて、誰がこれらの錆びない鋼の発明者と呼ぶにふさわしいについては、シュトラウスとマウラーの間で論戦が起こっている。双方が自身が、 発明者にふさわしいと譲らず、学術史、機関史上で書簡による主張の応酬が続いた。鈴木隆は、ステンレスコー発明史にて、ステンレスコーはいずれにせよ、クルップ会社によって発明されたのは、疑いないとして、個人よりも企業の功績に返すべきであるという見解を紹介して、彼らの論戦についての説明を締めくくっている。クルップ社によって発明された。 オーステナイトケーステンレスコー V2A は当時フリッツ・ハーバーとカール・ボッシュが開発したハーバー・ボッシュ法によるアンモニア製造に採用された。V2A がアンモニア合成のための硝酸タンクの材料に使われた。ハーバーとボッシュのいたバスフ社は1914年にクルップ社に V2A を約20トン発注しオーステナイトケーステンレスコーの工業材料としての 活用が始まった。バスフ社の V2 アンペア仕様の中で腐食問題が起き、これを解決するために V2A の改良が行われた。1922年から1930年にかけて銅、またはモリブデ電添加による非酸化生産への対策、含有炭素低減化による流解腐食への対策などがクルップ社から特許が出された。 オーステナイト系ステンレス工は、その後、クルップ社以外の様々な研究者によっても改良が行われて様々な工種が生まれていった。1923年頃には、イギリスのトーマス・ファースサンズ社が蘇生の最適化を模索した結果、クロム18%ニッケル8%炭素0.2%未満の基本蘇生としたステイブライトという商品を開発した。 ステーブライトは ICI 社のアンモニア合成プラントで最初に採用された。ステーブライト販売以降、オーステナイト系ステンレス鋼の基本組成として、クロム18%ニッケル8%が定着することとなった。クライスラービルディングの弾型戦闘の外装には大量のオーステナイト系ステンレス鋼板が使用された。クルップ社も1922年に 自社のステンレス港をラスタとして商標登録した。18から8のニロスタ港は海を渡り、アメリカ合衆国のクライスラービルディング建設に使われる。1924年、クルップ社のシュトラウスは、米国材料主権協会のシンポジウムで、クルップ社のオーステナイト系ステンレス港を紹介した。建設主であったウォルター・クライスラーは、 ビルの外観を金属で装飾することを望んでいた。この目的にかなうようなニロスタコを含むいくつかの耐食性金属材料が検討された結果、比較的効果であったものの、錆びづらく、汚れづらく、研磨による艶出ししやすいニロスタコが採用されることとなった。米国ではニロスタコに相当するステンレスコの生産実績は1927年までなかった。結局、 クルップ社からライセンスを受けた3社が、ニロスタ港の板材、防材を提供することとなった。1930年、クライスラービルディングは完成する。4500枚のニロスタ港の薄板材が、ビル最長部の段型戦闘の外装に使われた。クライスラービルディングは、大量の18から8をオーステナイトケーステンレス港が、外装に初めて使われた、世界初の建築物となった。 1995年にクライスラービルディングの検査が行われ、外装の状態も確認された。検査報告書では、風雨による洗浄も手伝い、宴会地域に建てられたにもかかわらず、ニロスタ港は期待通りの性能を発揮し、良好な状態が保たれていたと報告された。文献内の複数箇所にわたって参照したものを特に示す。ありがとうございます。